アイスランド自治州は930年のアルシング解説から1262年の古い名役によるノルウェー王への服従まで現在のアイスランドに存在した国家。パパルの記録によるとアイスランド島は870年頃まで無人だった。最初の入植者は祖国ノルウェーを元にした地域の法的集会、シングを作った。各地の長はゴジと呼ばれ、ゴジ役所は ゴスアースと呼ばれた。ゴスアースは厳格な地理的境界を持たず、自由民は複数のゴジから支援するものを選べた。支援者は、神面と呼ばれた。ゴジは、神面の利益を守り、神面は紛争の際に、ゴジに助立ちした。神面は、地域や国の集会への参加も求められた。地域レベルでは13の地区のゴジたちが、毎春集まり紛争を調停した。 五ジは地域の主張として国会にあたるアルシングにも参加した。今日ではアルシングは現存する世界最古の議会制度となった。第二世代のソース店イングルフシンがキャラルネスで行ったものが最古である。キャラルネス議会の指導者たちは LFLJTR にノルウェー法を学ぶことを命じた。彼はノルウェーで3年学び、後にアイスランド国会の元になる。 LFLJTR 法を作った。その一部は植民の書に残っている。930年頃に、シンクベトリルで、初のアルシングが開催された。毎年6月の2週間の間、島中から人が集まり議会を行う。アルシングは法を司る、組織のローグレタを中心に行われた。ローグレタは39人の後児と、その相談役からなり、3年ごとに法官を一人。 選出する。法官は、シング・ベトリル中心部の法律の岩の上で、法案書を明確化した。最初の入職者であるインゴールブル・アルナルソンの子孫は、毎年アルシングで、清めの儀式を行う。アイスランドは4つの行政区画に分かれ、それぞれを9人の5児が収めた。アルシングは4部議会からなり、各5児が指名する36人の裁判員からなる。アルシングは、 地方議会に優越し、圧倒的多数が賛成しなければ、廃案になった。1005年に設置された、控訴審にあたる第5議会は過半数の賛成で採決となり、この問題は解決された。ただしアルシングが裁きを下しても、罰を与える期間はなく、被害者側が執行を代行する責任を負った。罰には、金銭的賠償や市民権の剥奪があった。 しかしこれらは不十分と考えられており、紛争を穏やかに止めるには、アルシングが唯一の手段だった。マグノス・マグネッソンによると、裁判所は復讐の不安な代替だった。最も重い罰は、市民権の剥奪と3年の流罪だった。1117年、アイスランドの法律がクレーグース法として明文化された。中世アイスランドの政府の仕組みは主に明文法と、 アイレンディンガ・ボックから判明している。入植者に法が与えた影響は、アイスランドのサガの主要テーマである。ニャルス・サガやラクスダラ・サガは詳しく書かれているが、正確性には、議論がある。エールビッギア・サガには、スノーリゴジの指示で、アイスランド人が、自然崇拝から、キリスト教に改修していく様子が記されている。11世紀から12世紀には、主張は、領地の農民に大きく依存し、 権力は縮小していた。1190年頃には、地域の主張は弱体化し、中央集権化が進んでいった。1220年頃には、10から12人の主張による緩い連邦国家になっていた。貧農は困窮していたにもかかわらず、一度も反乱を起こさなかった。入植開始から12世紀まで奴隷制が存続した。窃盗犯や不再編再不能者は、 法的に奴隷に落とされた。奴隷が結婚や子供を持つことができたことが、その階級を存続させた。12世紀後半には奴隷は減少し、15世紀には極めて珍しくなっていた。五時の支援者は武力を提供する義務があった。支援者は社会的地位や装備に応じて組織され、レーダングを構成した。アイスランドの軍事の発展は、 ノルウェーのそれに近い歴史をなぞった。射出武器を装備して人形を組む軍団は記録がなく不評部隊に旧兵や投石兵を混ぜて戦った。滅亡直前には少なくとも21の要塞や城が島中にあった。1180年から1264年のストルルングス時代には平均的な戦闘に参加する兵士は1000人以下で、 犠牲者は15%ほどだった。これは、社会の結族意識から配軍への虐殺が不名誉とされたためである。13世紀前半、内紛によって混沌と分断が広がった。もともと五時は固定された地域の主張というよりも、契約関係で機能していた。しかし、1220年までにはこの仕組みは、廃れで、代わりに戦って土地と領民を奪う仕組みになっていた。 勢力均衡が崩れたために戦争の仕組みが変わり社会は不安定になっていった。1220年ノルウェー王はアイスランドの風神を通して島に圧力をかけ始めた。1240年には影響力が強まりアイスランド人はノルウェー王が主張を決めることを受け入れ始めた1240年から1260年には王はアイスランドの権力を統合していった。 内乱と外圧の結果、1262年に首長たちはノルウェーの方向に四世を王と認めることを古い、名役で誓った。歴史家のスフェリルやコブソンによると、次の三人がこの征服事業に大きく貢献した。1264年までにすべての首長は王への忠誠を誓った。こうしてアイスランド自治州は終焉を迎えた。ありがとうございます。